こんにちは。今日は皇居まで走ります。あの体力作りのために走ろうと思うんですけど、走るのは得意ではないのでちょっと心配ですけど、頑張りたいと思います。ウォーキングとかならするんですけど、走るっていうのだったらちょっと本当に中学高校以来かもしれないです。でもペースもわからないくらいなんで、ちょっととりあえずまあ皇居までたどり着きたいと思います。はい、あのヘトヘトだったらすいません。レッツゴー。恵比寿の事務所から日尾駅まで来ました。まだここで1キロくらいなので10分くらい走っただけなんですけど、まだ行けます。引き続き頑張ります。どこなんですか？六本木です、六本木。六本木の交差点です。すいません、疲れ切ってちょっと疲れてきました。足がちょっとパンパンかなって感じなんですけど、あ、でも風がいい、風が。ちょっとここで回復してまた走ります。お散歩とかはウォーキングとかはしてたんですけど、さすがに走らないからちょっとやっぱ疲れた。お水が美味しいです。亀池参道まで来ました。次は国会議事堂なのでもう少しかなと思うので頑張ります。見てください、国会議事堂です。やっとここまで来ました。腰から下が持ち上がりません、頭が回りません。もうちょっとだけ頑張ります、頑張ります。皇居内はランニングできないのでもうすでにゴールしましたが、皇居まで着きました。疲れました。全てをランニングしてなくて無理せずに早歩きしてたところとかもあるんですけど、それでこの疲れ方なのでもっと運動しなきゃいけないなと思いました。またランニングします。